やこんばんは、こんばんは、やーやー、やっほー、はなちゃんこんばんは、こんばんは、やっほー、ハロー、佐賀から見てます、こんにちは。あ、落ちた携帯で開こうとして落ちた。こんばんは、よ、よ、ばんは、こんばんは、やっほー、いやー、元気やで、毎度、すすす、今日の前髪、50点前髪開けた、はなちゃん、可愛すぎた。ああ、ありがとうございます。うるさいね。シェアするね。シェアしよう。シェア、ツイート。ピッ。テロップに何書こうかな。何がいい？犬年。なんだろう。何も思い浮かばない。何も思い浮かばないよ。2018さよなら、さよなら、さよなら。やっほー、赤いめっちゃクリップ紅白見たよ、 TWICE さんまで見た。めちゃめちゃスティッチじゃん。めちゃめちゃスティッチ。めちゃめちゃスティッチ映ってるからバンされないの。スティッチだよ。一人ダウン。よし、家族いるけど。その眉毛をね、今日ね、綺麗にしてきたの。テカテカ。テカリンチョ。テカリンチョの、ほら、めっちゃ綺麗。でも、生やしてくださいって言ったので、生やします。めっちゃテカってる。テカリー、テカリのテカリのすけ、ほらめちゃめちゃ左右対称なの。でもこれ書いてもらったの、ちょっと綺麗に整えてもらって、その上から書いてもらったんだけど、めっちゃ立派な眉毛、立派な眉毛、立派な眉毛でしょ。超テカってない、ここすごい光ってるんだけど、すっごい光ってるんだけど、眉毛アートじゃない、なん眉毛を整える回眉毛を整える回なんだけど、なんか眉毛サロンに行って眉毛の無駄な毛を抜いてもらって、で整えてもらって、ここを生やしてくださいって言われて、その上からメイクしてもらった、普通にパウダーで、で自分で変えた、茶色、全然つないや。そう、本当はね、アナスタチアみたいな、アナステチアみたいなところにね、最初だから怖いから、そういう有名なところに行ってみようかなって思ってたんだけど、有名すぎて人気すぎて全然予約取れないから諦めた。あー、アナスタシア、そう、アナスタシア、めっちゃスティッチ入ります、エンジェル入ります。テカテカ、おでこテカってますよね、めっちゃテカってる、自覚してる。戻そう。ちょっとボサボサになっちゃった。明日はデコ出しはしません。デコ出しはしません。でもそのきっと君だのラブちゃんの占いでなんかそんな良くなかったんだよ。結構下の方で、で番組が終わった後にラブちゃんっていう占い師の方がね、メンバーのことを占ってくれたの、最初、2018年の最初の方に。でそれで番組が終わった後、私どうすればいいですかって言ったら、あなたはおでこを出せばいいと思うわって言われて、でもおでこ出してなかったんだけど、今日おでこの写真載せたら好評だった、イエーイ。
よいしょって言っちゃった。うん、おでこ、そう、そんな綺麗じゃないからさ、私がめちゃめちゃおでこが綺麗になったらおでこ出すね。何飲んでるの？さ、左右お茶、お茶っぱをい、お茶を飲んだ後に継ぎ足した左右。あら、タワーありがとうございます。2018年ラストタワー、ラストタワー、秋男さんありがとうございます。よいしょ、何か書くもの、この紙で落ちた、怒ってしまった、よいしょ、怒ってしまった、なんだっけ、タワー、タワーありがとうございます、ありがとうございます。2018年12月31日って書いとこ。記念、記念すべき、ありがとうございます。前髪がボサボサ、今日左右、左右お湯、お湯を飲んでる。でもお湯意外と全然飲める、全然いけるってことにね気づいたの。ボサ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 ーん。今日はなちゃんにお手紙書いた、ありがとう、楽しみに待っております。お蕎麦食べてよ。は、食べた。え、年越しそばってさ、年越すタイミングで食べるのが、食べるの遅くない？遅くない？いや、最近の夕食を、夕食というか早めに食べてるから、早めに食べようと思って普通に早く食べたんだけど。そう、夕方食べた？あ、どっちでもいいんだ。夕飯に食べるんでしょみんな。食べた？食べましたか？早くてもいいの？なんか年越すタイミングで23時50分ぐらいから食べ始めるのかなって、多分そういう人もいるのかなって思って。おせち料理も食べた、私も食べた、ちょっとつまんだかまぼことか。23時ぐらいから食べると思う。すき焼きだっていいな、いいないいな、すき焼きはいいな。夕ご飯食べた、夕飯の後、え、別に食べるんだ、へえ。刺身食べてます、エビ食べてよ、甘エビ。エビ店の家族が、花はエビ店いらないよねとか言って、あ、はいって言って、エビ店なしだった。で、甘エビ食べた、お刺身食べた、カニ食べた、ステーキとそばと刺身、豪華。そば2杯食べた、うどん食べた、この後食べな、食べなあかん。おでん食べた、エビ天嫌いじゃないよ。天ぷらだから、天ぷらだからいいよねって、あ、そうですね。そうですね、そうですね、食べなかった。コンビニ弁当、のり巻き食べた。好きなおせち料理は栗きんとん、栗きんとんと伊達巻き、昆布の巻き物が美味しかった、さっき食べた。エビ天売ってました、お疲れ様。サーモンと甘エビの海鮮の、いいな、美味しそう。小室剥ぎ取って食べるしかない、それだね。昆布巻きかな、昆布巻きかも。全世界のおばなちゃん、こんばんは、こんばんは。うん、お雑煮、お雑煮食べたい。明日みんなでさ、初詣行きたいなって、ゴルブのメンバーと。行けるかな、行けなそう。行きたいな、初詣。中トロたらふく食べてよ、幸せだった、いいな。エビ天明日送る、送って、年末はカレー、それ決まってんのかな。私も年越しそばしてきた、
大阪のお雑煮は白味噌だよ。レジに初詣行ってみます。寒そう、気をつけてね。試合夜に行ったことないな、初詣。いつもなんか2日とか3日とかに行ってる、家族で。うん、ボブだよ。スイパラで花ちゃんのコースター出た、本当大切にして。うん、天王洲の周りにお寺ない？確かなさそう、絶対ない。オフィス街だもんね。うん、しゃぶしゃぶ食べた。はーちゃんとこお雑煮何入ってる？三つ葉、三つ葉、三つ葉とかしか思い浮かばない。普通につゆ、つゆかな。はーちゃんの野菜ジュース飲んできた、美味しかった。うん、はーちゃんで年越しはいい感じ、イエーイ。神社あるかどうなんでしょうか。2時ぐらいに初詣を向かう、遅い時間にお勤めご苦労様です。お勤めじゃない。うん、2018年、はなちゃん好きになって幸せになってありがとうございます。良いお年を、良いお年を。今日も明日も仕事頑張って、ファイトだ。今日仕事納めで明日仕事始め、大変。野菜ジュース、リンゴの味しかしなかった、本当？リンゴジュースじゃん。あー当たった、ありがとうございます。のぶさん、ありがとうございます。のぶさん、タワーありがとう、ありがとうございます。てってるーん、てるるーん、てってるってってん、ありがとうございます。今仕事してる、お疲れ様。笑顔みぼさぼさ。よいしょ、2018年も終わってしまいますよ、早いもので。なんか長かったようで早いような、長いような早いようなって感じ。長いような早いようなね。でもなんかこれやったのって今年だったっけみたいなことがめちゃめちゃ多いなって振り返った時にそう思う。でもいろんなことをしたし、なんか1ヶ月が1年ぐらいに感じるなって思って、うん、予想通りだったけど今年花ちゃん伸びた、本当に。どんな年だった、どんな年だったかね、どんな年だったんだろう。でもなんか1月、今年の1月から始まって今12月で、なんか考え方も変わったなって、1年が1年じゃなかったみたいに思えるな、思えることがすごい多くて、なんか1ヶ月単位で変わっていくから、どんどんいろんなことが。いろいろあったね。よいしょ、いろいろあったよね。みんな急成長した、飛躍の年で、あら、ありがとうございます。ガキツカ見てないんで、私ガキツカ一回も見たことないんだ実は。一回も見たことないの、毎年紅白しか見てないから。初詣ではね、分からん。1月は何があったかな。1月1月、花丸うどんに行ってる、川尻さんの誕生日、1日違いなんて。私も誕生日で18歳になって、ピカデリー、懐かしい、丸の内ピカデリー。アンナのショールームが始まった。よいしょ、成人式イベント、舞台がねやっぱ大きかったかな、自分の中では。舞台と海外も2回
行かせていただいたりして、普通にライブやるときでもなんか意識が変わったというか、前からも思っていたこともあるけど、それがどんどん募る思いがどんどん強くなっていった年だったんじゃないかなって思うし、悔しさの方が多かったこと多かったけど、でもなんだろう、自分にとって悪いところも、さっきもツイッターで書いたけど、自分の悪いところもいいところも気づけたことが自分にとってすごい大きかったし、それを次につなげていこうって思えた今だから良かったなって思う。それに気づけたことが一番嬉しいというか、でかいことかなって思います。よいしょ。短所とちゃんと向き合えるのがすげえ。そうかな。なんか嫌じゃない、自分のなんか短所があるっていうのがめちゃめちゃ嫌だから、だったらそこを直したいって思うし、その短所もいい方向に変えていけたらめちゃめちゃいいと思うから、そうなっていきたいなって思います。ね、俺自分の長所が見つからない、私も最初分かんなかった、長所なんかないって思ってたし、何がいいんだろうって思ってたけど、自分が頑張ってやってることってそれが結果長所につながってくるし、自分が少しでもあ、これちょっとうまくいったなとか自信がついたら、それもすごい長所になっていくから、そういうところの気づきかな。明日もよろしくね、よろしくね。バン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 、1年前何言ってたんだろう私。少しは自信もついたかなって思うけど、逆になくなる面も多いし、自信が。15分経過したらしいです。なんでしょうかね。でもまだ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 な自分っていうことに気づいたし、前のそれこそ1年前とかだったら、私こんなに精一杯頑張ってやってるのにどうしてって、なんでこんなに頑張ってるのになんで向かえないんだろうって、私すごい頑張ってるじゃんって思ってたの。でもなんかただ必死に真面目に頑張るだけじゃダメなんだなっていうことにも気づいたし、なんかそれだけじゃ意味ないなって思って、でもなんか頑張っても報われないってなかなか答えるものがあるし、それこそね、船のさ、努力して何かが変わるのかそれも分からなくなるって、その通りだから難しいなってめちゃめちゃ思うけど、でも結局自分が持ってるものってひたすら真面目に頑張ることができる、できてんのか分かんないけどできるから、真面目にコツコツやっていくしかないんだなって思う。
それもともと持ってるものがさある人もいるし、うん、何神から与えられた天性のものをさみんな持ってるわけじゃんきっと。でそれが評価されるしいいなってすごい思うし、でも自分は持ってないからこそ、持ってないからやるしかないし頑張るしかないし追いつくしかないし、それを受け入れるしかないなってすごい。かゆい。なんかすごいなんか頑張りすぎ、頑張りなんか頑張ってますって、なんか前昨日のマイカのショールーム見てたの、マイカのショールーム も見てたんだけど、すごい頑張ってますっていうのが伝わりすぎてるのかなと思う、すごい思って。難しいなって、何が正解、正解がないからこそ何がいいんだか全く分かんなくなってくるし、うん、そう顔に一生懸命が出てるってそうそうなんだよそうなんだよね。でもともと持ってるものがみんなにはあるし、すごいすごいなって思うし、いいなって思うし、私もそんなものがあったらよかったのになとかめちゃめちゃ思うけど、でもないなら実力でつけていくしかないし、だから来年2019年は実力をもっともっとつけて、いろんな人に気づいてもらって、いろんな人に届けられる人でありたいなと思います。よいしょ。ふう。あとは人と仲良くなりたい。人と仲良くなりたいな。思う。私本当に人と仲良くなるのがめちゃめちゃ苦手だなって思うし、深く関わることが苦手で、そういろんな人ともっと話したいし、もっと仲良くなりたいなって思う。メンバーともそうだしみんなと仲良くなりたいいいなって思う。すごいみんな仲良くて友達増やせないよ私。友達はちょっと作れないかもでもメンバーとももっともっと深い関係になっていきたいなって思うし、うん、他愛のない話をもっとできるようになりたい。他愛のない話できないんだよ私あんまりデン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 
人と話すのに頑張ってしまうタイプなのかな。頑張ってしまうタイプ普通に話すことがね苦手なんだよ。苦手なの。めちゃめちゃ苦手。喋れないもん普通に。なんでだ、他愛のない会話が私本当に苦手で、何に話していいか分かんないすごいなって思う。そう、なんだろう、今までそんなに話してこなかったから人と、なんかそれそのツケがそのツケが回ってきてるんだけど「テネテンテネテン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 」普通の、ね、難しいよね話すのって。話した後もあの話して大丈夫だったかなとかある時ある。でも握手会は全然喋れる。なんだろう、また違う握手会は。多分ね、お仕事というかアイドルの自分の時は違うんだよね自分なんか喋らなきゃスイッチが入ってるから喋ってる。すごいベラ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 喋ってるけどそれが解かれた瞬間ない、自然体でいられない。テンテレテン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 。知らない人と初めての人、私逆にね、慣れてきた方が苦手。慣れてきてる方が知らない人だったら全然なんか喋る、話せ、初めましての人とかの方が話せる。なんだろう、どんどん自分の話ができなくなるだよね。私自分の話じゃなくて人の話を聞いてる人だから、なんか自分の話してもつまんないだろうなとか思って、別に自分の、私の個人のなんか今日何したとか興味ないだろうなとか思うから話さない。ファンの人はさ、また違うんで、ファンの人はねきっと私のことをきっと知りたいだろうし、応援してる子のことの話とかいっぱい知りたいと思うけど、また違うじゃない。22時46分。みんなは何してるの？みんなは何してるの？トゥ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 。海外にも2回も行って、海外行くなんて思ってなかったから、すごいよね。海外に2回行けるって、パスポートも取って。すごい思い出のタピオカ。
ショールーム見ながら一人飲み茶髪ショーツにするとも思ってなかった。それも思ってなかった。資格の勉強してる、頑張れ今パソコン2台で左で紅白右で花ちゃん、やっほで1年前の私の写真見たらもうなんか芋です、芋けんぴだったよ。芋けんぴのすけって、去年の誕生日の私なんか芋けんぴだもんキャモフレの舞台の練習の動画とかある。イコラブバレンタイン、イコラブバレンタインでも花丸うどんの記者会見の日の私めちゃめちゃ漏れたのすごいどうでもいい報告、うん、このねこの写真ねめちゃめちゃ漏れたの、全然わかんない日原の笑い声がでかい。そんなにそんなにそんなに、うん、あんちゃんの配信にのんのりさまいかにあんちゃんがいるよいっぱいいっぱいいる。漏れたとかめちゃめちゃ気にするめちゃめちゃ気にするよ、めちゃめちゃ気にするよ。もうどの写真もねめちゃめちゃ気にしてるもん、うん、眉毛変えた理由は何ですか。眉毛変えるだけで垢抜けるから。と1年前ショールーム2017振り返りしてた。イコラバレンタインはやちゃんこけたやつ、こけたやつだよ例によってどんなリサがうるさい、もう想像つくもん。はやちゃんあんちゃんとこ行かない、うん、あんちゃんあんちゃんあんちゃんって、今日のんのから電話かかってきたんだけど切っちゃった。眉毛のテスターしてたその時眉毛のテスターしてたので出れなかった。はやちゃんの森基準厳しいってよく言われる。なんでその時期イコラブ知らなかったんだろう。イコラブを知ってくれてありがとう。この2018年の間にイコラブのこと好きになってくれた人もすごい増えた実感がすごいあるし、いいよ。はなちゃんの耳が好き眉毛に勝った、眉毛が勝ってしまった。喉から電話かかってきたんだよ。の見てた？今年の頭で嫁って書いたけどどうだった？書いたね。書いたは嫁っぽかったかな。今年1年みんなの嫁になれたかな。今年1年を表す感じなんでしょう。なんかいろんなところで書いてるような気がする。この間のイコラジでも書いた。今年1年何だったんだろう。振り返るとなんか自分最終的に2018年の締めくくり的には自分を持てたというか、自分をしっかり持てたことかな。漢字じゃないけど全然漢字じゃないけどさ、背後から沼に蹴り落とされたけど落とされてよかったってなってる。よかった夢というか感触感がすごかった
表なんだろう、いや第一歩踏み出せたんじゃない、自信がついたかな、わかんないよ、わかんないねきっと君なのね、占いね、なんだろう、ちょっと当たってたよ、当たってた、どこかな、どこにあるかな、どこだろう、あれいつ何月だっけ、1月、1月かな、1月じゃないよ、2月、いつだろう、腰が痛い、雪の動画とか撮ってる、1月、2月かな、どこにあるんだろう、きっと君らの占いどこでしょうか、どこでしょうか、カン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 、へい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 、どこかな、どこかな、どこかな、どこ、いつだろう、何月、2月の最後の方、あれないないよ、3月になっちゃった、ラグーナの撮影のやつ、花丸パシフィコのやつとか、ディズニー、いつだ、いつだろう、きっと金銀だ、1月 ?2 月どっちだ、中戸よすぎる、中戸よ、保存してないのかな、なんだろう、スクショない、ないでござる、あったありましたでござるよ、ありましたよ、大葉花8位だって、トークは大失敗したがウケる人気者に、わかんない、失敗するかなんだろう、新しいダイエット法を編み出す、 YouTube にアップして、これはアップしてないから嘘グループのお母さんになるかも、口うるさくならないように控えめになりすぎないで、野心野望をむき出しにすると結果がついてきますって、この一言がすごいグサってきた、控えめになりすぎないで、野心野望をむき出しにすると結果がついてきますね、その通りってなんでわかるのって、怖って、でもイオリがめっちゃなんか合ってる、怖いよイオリの占い、野口より7位、才能を隠し持つ、マイペースで頑固、自分のタイミング、ちょっとよくわかんないと、パートナー運がある年、運命の役が巡ってくる、誰にでも合わせることができる、仕事で出会った人に気に入られる、グループの営業担当にいじられまくってください、偉い人に気に入られる、仕事を取ってくる、野口さん会いたさにすごくない？すごくない？合ってる、めちゃめちゃ合ってる、すごい、ナータンとかもね、1、ようやく自己表現ができる年、注目を浴びられる、力強く発揮、 SNS で人気、フォロワーが増える、すごいミリニャ、拡大発展の年、海外での活動で人気、目標高く、信じるもの、進級するものを作ってください、アドバイス教える立場になるかも、おーなんだか電話来る、いいよ、テレビなどキャラちゃん3位、テレビなど映像運がある年、いろいろな番組出演が、ただ寂しい気持ちになりやすい、甘えさせてくれる人を探して、この最後のなんか一言がみんななんか合ってるような気がする、のんの12年に一度の幸運期、夏まで絶好調夏まで絶好調、でものんのすごいね、どんどん明るくなっていった今年1年、
やっほー。年末最後だから。そうだね。ちょっと待ってて。え？ちょっと待ってて。ちょっと待って。つないでるよ。ワイもショールームやってる。え？何？あ、ゆいさんだな、こ。え、みんなは？あっち？もう。じゃあそれ終わったら。あ、ダメだ。今みんな紅白見てるから。紅白見てんの？うん、紅白見終わっちゃった。私見たけど、あの二人は何してんの？あのね、うん、あの出れないじゃん。あ、そっか、そっか、そっか。そう、ちょっと呼ぼうと思ったけどダメだね。何してんの？何占いしてんの？ショールームでのラブちゃんの占いを読んでた1年前の。そう。アンなんて書いてあった？え、アンは、うん、待って、え、アンのも分かる？いや、書いて、全員のやつ。9位、水のトラブル水のトラブル自由人、ノリが良いので愛されますってあってない？ノリが良いので愛されます。ノリいい？うん、ノリいいよ。大丈夫。忘れ物が多い年。え、忘れ物してない？天然ボケを連発しそう。どういうこと？天然ボケって何？なんかボケてる。え、やばいな。この1年隠し事がバレる。バレたんや。塗りかけ？あ、抜けがけして大失敗。抜けがけしたっけ？失敗したっけ？ラブちゃんちょっと当たってないんじゃないですか？だってアンナノリがいいので愛されますしか当たってないか。やっためっちゃウケる。うん、あ、でもさ、なんかそう言われてた、うん、アンもさ結構さ、うん、そんなにアンだけ知ってて、うん、なんかステージで発表するとかあるじゃん。ああ、そうだから、なんか隠し事がバレる。隠し事がバレる。バレてんじゃん。バレてんじゃん。って言われてた。確かにそうじゃん。抜け抜け。確かに。抜けがけして、そういう抜け、そう、何、全然喋れないそういう抜けがけスタッフさんから先に知ってる抜けがけってこと？どういうこと？どういうこと？やっぱりすごいじゃん。すごい。やだ、怖いわ。怖いわ、ラブちゃん。やだ、行きたい。もう一回行きたいね、うん、今年も占ってほしい。アホがバレたって書かれた。え、ウケるまだバレてないし。あ、アンナもショールームやってんのか。そうだよ。イエーイ。忘れ物、大場さん、新幹線、キャリーケース、諸橋さん。そうだよ、諸橋さん、仕切って大失敗します気をつけてたよね、うん、よいしょ。あ、水のトラブル、台風で広島の握手会中止。あ、そうじゃん。やばい、ラブちゃん。え、当たってる。水のトラブルじゃん。今花って電話して。こんにちは。こんにちは。こんにちは。帰り。見れた。ナハバオさん。やっほー。10年に10。あ、何？カッツンホッツァイ。覚えてるよ。カッツンホッツァイ。カッツンホッツァイ。うん。はい。カッツンのさ、台湾語だったよ。そうだよ。あ、3分死んだ。覚えてるよ。よりでしょ。野口よりさんじゃん。そのまんまじゃん。出たのりこだって。マイカ侍。のののテンションがおかしいって。泣いちゃう。泣いちゃう。ヤッホー。ナハバオだよ。バハナオ。ねえ、マイカスマホ落とした？スマホ落とした？マイカ。今年。落としてないよ。落としてない。そう。
のトラブル、ね、そう広島で握手会結果だった そうなんかなんだっけ抜け駆けしてみたいな抜け駆けして大失敗大失敗か別大失敗分からんけど隠し事がバレる隠し事がバレるはさ身長さ あ身長しかもさなんか確かに隠し事とかはさあのあんってさその発表事とかステージでさなんかあんだけ知っとってああ面白い。そういうこととかさすごいね。全部さこぎつけなんで。え、ノンノは？ノンノノンノは？ノンノ？ノンノは12年に一度の幸運期。当たってません。さ、イオリオそれだけ好きになる。そうだよ。夏まで絶好調。夏まで絶好調だったじゃない？絶好調。ラマリちゃん、気づきません。なんだじゃん。え、マイカ？マイカは変です変わってるねって言われるとテンションが上がるって書いてあるネットショッピングに注意だってネットショッピングあ買いすぎたいらんものたくさん買った あとは写真動画など SNS の流出に注意の年でもしてなかったしてないよただ仕事で結果を残す大物タレントに受け入れられますってなんのかな。なんの。受け入れられた。毎年私くらい。本当？覚えてない。たださこうなんか画面が。そういうこと？わかんない。なくすってこと？サナどうなったんかな。ね。見つかったんかね。でもサナツ2019年にめっちゃいいって書いてある。12位だったけど。やってほしいどうしよう次12位とかになったらめっちゃやだ慣れた調べたのネットでそしたらもうね今年からもうねこうなのずっともうね25歳までこう25歳でこう上がるから25歳でなんか結婚とかするそういうのどうやって調べるのなんか普通に手相占いとかしてほしいネットで調べたやってほしいのねねちょっと一個みんなではやらない確かに個人でやりたいかもちょっとやめてくださいジュヤの鐘鳴ってますってミリニャの配信始まったミリニャの配信始まったサスケ見たかった見たかったアンナ寝てしまったよ寝てたの1時間ぐらい寝てたよイエーイ飲んでてグー寝てたなんか覚えてない一回寝た方がいいよね、年越し前に年越しどうすんのみんなで飛ぶのジャンプする、かなちゃんもジャンプしてあ、違うはい、何時までやるの分かんない、適当にし当やるコスペえ、コスパかなちゃんもショルムしてんのしてるよそういうのしながらこれしてるうんそうだよもう一個もう一個のやつあ、そうなんだそうやねん寝落ち寸前な起きてりさちゃん23時になって大丈夫りさちゃんルーズじゃけん大丈夫、ね、これ飲んでもいいうん、いいよ何食べたのリサあリサ食べた当てて拾ったお寿司寿司うんあんたとマイカは何を食べたでしょう、花知らんがなえ、あんたよく食べるものよ、お寿司でお寿司、はい、卵正解あ、正解さすがえ、マイカもダメなんだっけ嘘なんで生もの食べれないのだってお腹壊しそうだもんえ、壊さないよマグロから入りなそうだよ、イクラとかえ、サーモンの炙りサーモン鮭がいい炙り美味しいよ、ね、うなぎあ、お寿司焼けばかじゃあ、あと焼いてえ、鮭にしようよ、じゃあ鮭寿司余ったのとか刺身余ったやつ焼いて食べてたマグロとか焼いて食べてないからめちゃめちゃ食べやすいじゃん確かにハナとこの前お寿司行ったもんね行ったよえ、なんだっけハマ寿司行ったアンいつも行ったよ覚えてないのえ、アンはいつもお寿司屋さん行ったら卵と鶏のりさんしか食べあともったいないすごいポテト頼んでたよあとうどんあ、うどんね違う、メンバーと行くってだけで楽しいじゃん楽
しかも回転してくれなかったし。ああ、タナのアイコン。何？ネズミ？猫、猫かね。猫じゃない。ネズミか。ネズミだよ。なんでそんな好きなの？可愛くない？えめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いからちょっと一回見てほしい。でもわかるよ、なんかこのさ、このさ、そう、なんかサイズ感が可愛いの。目って言ってそう、目って言って言ってない。パペットなんだよ、パペット。そうなの。そう。キアラ中学生って可愛い。キアラちゃんめっちゃさ、今 LINE の話してます。LINE のアイコンがどんなの。ああ、プリクラじゃなかった。佐竹農口さん、やばい。農口さんでしょ。後ろ姿、しかも海バッグ。やばい。マイカ、キアラ。本当だ、中学生だ、キアラちゃん。これはなんで、なんで？これは好きな人が集まってる。うん、アカリーさんとシャイプさんとデラピョンさんとミルルさん4人一期生さん。すごい。のジャケットをあのでラインにしてみるよ。ミルニャ？フェレットじゃなかった？個人情報じゃないのこれ？思った一世間買った。ここやったらいいよ。何見てんの？私のルナーで言っちゃった。どこ見てんの？私はイアータン。イアータン。イオータン。イオータン。何見てんの？アイコンじゃない、ホーム。あ、ホーム？ああ、ホームね。ちょくちょく変えるよね。はい、みんなのアイコンは何ですか？はい、イコラブですか？ありがとうございます。みんなのアイコンは何ですかって。ハスキーアンナオールで。ありがとうございます。あ、本当に目の上。そう、ノンノにさらされた。ネズミさん。何？演技しよう。何の？深刻なことを今から私が悩むから。何それ？何なの？ただも参加して。何それ？私さ、この間さ、鉛筆の芯さ、折っちゃった。え？どうする？なんか私だって折りたくなかったけど。落ち着いて。落ち着いて大丈夫だから。何わかんない。よくわかんないですね。本当よ。茶番だよ。ここの電話の人たちと私の温度差。やっほー。低い声。元気。わあ、すごい。ありがとうございます。ゆりさん来たーだって。ゆりさん優しい。こっちから聞いたらもっとなってるよね。嘘。ゆり地方講師か。めっちゃ地方で。来年もさ、一緒にジャンプしてくれるより。まだ今年は。すごい盛り上がってる。今年はしてくれるじゃん。盛り上がってる。今から寝落ちしてる。すごい、ボソボソ。はなちゃん。何？謝られる急に。すいません。あれ？うるさいよね、ごめんな。本当にごめんなら。はなちゃんごめんな。許さない。思ってない。違う。
何の話？私が一人です、わかんない。意味わかんない。なんかよりのことだよ。あらちゃん明日頑張ろうね。頑張ろう。すごい。頑張ろうね。いや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 、いいよ何のことでも。本当だよ、何でもいいよ。あらちゃん、あ、私がアンナのショールームよ。みんなあらちゃん明日来ます。何言ってんの。来まして、おめでとう。そう、食べた。ハンちゃん食べてよ、特訓のトーン。31日の間だったらどこでもいい。そうだ、どこでもいいんだって。ねえ、明日さ、お弁当ワンちゃん効果じゃない。え、やったー、やば。すごい、普通に配信してる、見て。はぁ、なんだと思う。自分の中にちゃった。おせち、おせち、栗きんとん、栗きんとん弁当がいいな。何？どうでもいいことやって、うん、あのね、何？3分クッキングの内容がおせち料理なんだよ。え？何？3分クッキングの内容がおせち？見てよかった、私この間。あ、まだ変なのしちゃった。ナマスのやつ見て、多分私。そうそうそう、それがキントンみたいな。そのとか。ヒルナンデスの前に見たよ。花どうだった今の話。うん、私も見てるからすごい分かった。すぐ分かった。そう。どうでもよくなかったね。どうでもよくない。よかったよかった。はい。なんで読むんそれ。なんで読むん。どういうこと。ね、スキャンはもうね、いいよね。ね、スキャンしたいんでしょ。ね、何言ってんの。テンションの違いがすごい。ね、ね、リーちゃん。嘘、結果発表見なきゃじゃん。すごい過ぎてんじゃん。リサ子早く配信してよって言われてるよ、リョウニャンさんに。はーちゃん冷静ですね、冷静ですよ。眠くなってきた。スキャンって何、スキャンって何って言われちゃったよ。どうする。スキャン、みんなに何も言っちゃダメだよ。秘密、秘密です。秘密たち、私たちの。ね、マイカがスキャンしてきた。本当に意味わかんない。ねえ、花やばいよ、助けて、助けて。頑張って、頑張って、大晦日。ごめんね、うるさく、こんな年末に。花ちゃん、本当にごめん。許せん、許せん。おされかんばりみたいに言わないで。ありがとうね、ごめんね。うるさい。ね、うるさい。すごい盛り上がってるじゃん。すごい。いいよ。いいよ、別に。本当にごめん。全然大丈夫。全然大丈夫だよ。ありがとう。ありがとう、ごめん。ごめんをありがとう。ありがとう。ショールーム見てるよ、アンナの。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。マイカの方が先だよ、ハッピーバースデー。ハッピーニューイヤー。良いお年を。ありがとう。またね。愛してるよ。Love you. I l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 ove you. Love you. ジャンプジャンプしてね、ジャンプ。するね。わかった。よいお年を。あ、切れた。切れました。切れたぽよ。終わった。終わった人たち。よし。こんな感じの、こんな感じの年末を皆さん過ごしているそうですよ。違うすぎる。もうなんか想像つくよね、なんかもうメンバーが集まってる時。嵐が去った。楽しそうで何よりでした。私ダメだな、私は。うん、嵐だね。ジャンプしない方に1000円かける。ジャンプしちゃおうかな。あと
50分、40分ぐらい疲れた疲れてだタワー立ってるよいしょ。おおお、あら、ゆびちゃん、ゆびちゃんじゃない、ありがとうございます。こんな騒がしい時にひっそりとタワーを投げるなんてありがとうございますありがとうありがとうございます。タワーありがとう、ありがとうございます、とうございます。てってるん。2018年12月31日、記念すべき、うん、ありがとうございます。パパラーパパラパパーンパンパン。スキャンってそういうことか。スキャンは秘密の言葉なんだよ。誰が始めたんだろうスキャンって。なんかすごいね、すごい前にね流行ったんだよねスキャンが。なんかよくわかんないよね明日見に行くよ、待ってます。今年1年ありがとう。こちらこそありがとうございました。2018年もいろいろあったが、2019年はもっともっと自分を奮い立たせて、自分をもっと変えていって、もっと見せれる自分で自信を持ってみんなの前に立てるように、堂々と凛として花のあるような、花のある女性になっていきたいです。舞台の上に立って輝いていける人になっていきたいと思うので、私ももっと実力をつけていきます。頑張るぞなんだろう、2018年の後半になってから自分のダメなところ気づいてたけど、それがそのままにしていちゃダメっていうことにも、なんかダメ、何そのままダメなところをなんか分かってるけど口でしか言ってなくて、それを変えていこうっていうことをしてなかったわけよ。でもなんかそれを変えようって、そのまま今のままじゃ何も変わんないしダメだって思ったので、それをどんどんいい方向につなげていける2019年にしていきたいなと思います。買う、何あれ、目標は高く生きていく無駄に高くするから2019年も遠くから見守ってますね、見守っていてくれ。うん、じゃあね、じゃあね、真面目が取り柄なんで2019年も頑張ります。変わらず頑張り続けることをここに誓います、うん、いつか会いに行くよ、お待ちしてます、ありがとうね、うん、そうね、自分らしさも忘れずに、自分は自分なりに上を目指して頑張っていくから、ちゃんと自分らしさ、人と比べないっていうことも大事にするし、でも比べるべきところは比べて、いいところをその人からどんどん吸収できる人でありたいなって思う。自分にないものが周りにはたくさん持ってるから、自分の良さは自分で伸ばして、人のいいところも奪い取っていくくらいで頑張ります
良いお年をお迎えください。お迎えします。そうでは来年はさ、もう姉妹グループができるんだよ。もう怖いよねそう怖いし、でもそれにそれ姉妹グループができるからもっとみんなも一つ大人になるし、それで私ももっと頑張ります。かゆい前髪ボサボサへい後輩メンバーとちゃんと仲良くなろうな、頑張るね後輩メンバーと仲良くなれるかさ息抜きもしてねじゃあそろそろ終わりにしようかな。そろり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 、そろそろ終わりにしようかしら。いや、そろそろ終わりにします。さよなら2018年、バイバイあと配信した方がいいですか、うん、みんなもなんかあるんじゃない、明日あっさり年末にとらわれない女一緒にジャンプしよう。お疲れ様、本当にありがとう、こちらこそもう終わるの？今から初詣良いお年を良いお年をって言ってすぐ明日すぐみんなと会えるので年末感があんまりない今年が一番なんか年末感があんまりないかな。なんか今日も普通に出かけてたしあんまりないそのまま変わらず2019年も突っ走って貪欲に行こう、貪欲に行こう貪欲に行こう2019。貪欲さって大事だよね。やりたいことを口に出すのも大事ってよく言うよね。貪欲に行きますか2019年。でも目標書いたらね、なんか切りなくなりそう。書こう目標パッと思いつくこと2019年の目標、高見さんのライブに行かなかった願い、行こうか迷ったけど行かなかった。年末はゆっくり過ごそうと思って明日もライブがあるから。2019年具体的に星になっちゃった2019年の目標、体力作りに勤しむ、怠らないことを
歌を上手くする、歌を上手くする、ライブ中に喉を枯らさないないようにするようにすると最近気づいたことがあって、踊ってる時になんか手に力が入りすぎててなんか肩ことしてんなって思って最近気づいてなんだろう、だから今度から下半身重心を意識して踊ってみようっていう計画を立ててるので、下半身をもっと使うもっと使って踊る、しなやかしなやかさを極める、しなやかさとメリハリ、ハリをつける、呼吸筋を鍛える呼吸筋を鍛える、滑舌を良くする、舌を良くする、テテテテテリ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 テン、靴のサイズを合わせる滑舌を良くする、何でしょうかね、なんだろう、結局ね私はねこの1年2019年は基礎作りをとことん追求しようと思って、今まで2018、2017とやってきたけど根本的な基礎がなんかしっかりしてないなってすごい思って、そこをちゃんとできるようにやりたいなと思うので、柔軟性、柔軟性はね体力作りに勤しむにね含まれて可愛くなる、可愛くなる、なる、写真写りを良くする写りを良くする、 MCMC も煽りも工夫する、工夫する欲張り、欲張りぐらいがちょうどいいんだよ、だそう、このくらいがいいし、ちゃんと意識してやるっていうことが大事だし、そう思う。保留中の個人仕事を動かす年賀状を送った、その方に年賀状を楽しみにしてますって送ったじゃあメンバーとたくさん、メンバーとたくさん話すとたくさん話す、さん話す、当たり前のことに気づかされる、ね、いあ、じゃあ明日、はい、明日のライブで一曲だけすごい顔を表情をいつもみたいにめちゃめちゃもうみたいな顔をしないで一曲だけやってみようかなって思ってるけど、今思いついたどうかな何かしらの曲、ちょっといつも私は表情を変えすぎて、そのおかげで変な顔っていうのが多いので、気が向いたらかな気
が向いたらかな、そりゃ気が向いたらかな。たわヤマさん、ガイアさん、ヤマさん、ありがとうございます。2018年もありがとうございました。たわありがとう、ありがとうございます。ペンが出なくなってきちゃった。2018年の12月31日かわ、ありがとう。ガイアさん、ガイアさん、たありがとう、ありがとうございます。とうございます、ありがとう、ごありがとうにしよう。2018年12月31日ありがとうございます、ありがとう。パーン、なんだろう、たくさん話す。アニメと舞台とかをたくさん見る、をたくさん見る、ブログ、ブログを書く。ブログを書く、なんかブログでメンバー、なんだろう、メンバーに〇〇の質問みたいな記事を書きたくて、そう、なん100の質問とか、そんな100までは書けるか分かんないけど、文字数宣言かかっちゃうかもしれないけど、なんだろう、例えば50の質問とか、大谷エミリちゃんに50の質問してみたみたいな、そういうのも書きたいなって思ってるので、それも書いていけたらいいなって、あ、消えちゃった、思っておる。歯を磨く、ブログのコメントを書く。2019年、おしゃれになる。おしゃれになる、になる、可愛くなるもそうだけど、おしゃれにもなりたい。あと何、なんだろう、はい、姿勢を良くする、姿勢を良くする、足、食欲に負けない。食欲に負けないよ、今年も目標にそこ。昨日載せたやつ、食欲って載せたら、食欲旺盛でいいねみたいな、食欲に負けない、食欲に負けないんだよ、食欲に負けずに今年も生きていこう。そうだね、頑張れ。頑張れ。頑張れ。え、でもなんかこうやって書いていくと、なんかどんどん出てきちゃう。ツイッターのフォロワーを増やす。ツイッターのフォロワーを増やす、増やす、いいねとリツイートの数を伸ばす。数を伸ばす。とりあえず3万は行きたいね。3万は行きたい。そう、とりあえず3万、3万行きたい。ツイッターのフォロワーを増やしたい。目に見えるところだと一番さ、一番目に見えるのがさ、ツイッターだからね。3万目指そう。バズるツイートを量産する。難しい、私ツイッター難しい、ツイッターって難しいよね。うん、があ、
さつさが少ないくせに。3万出したい、出したいな、目指す、目指しましょう。いいねの数も増やしたい、増やしたい。頑張る、頑張ります。でもだん徐々に増えていってるのはすごい嬉しいなって思う。ツイッターとかでだって前なんかね、なかなか見てもらう機会もなかなか少なかったし、こうやって増えていってるのすごい実感するけど、まだまだみんなと、それこそみんなと比べたら全然まだまだだから頑張りますね私も。一押しの人増やそう、わかる。なんだろう、これはそうね、基礎的なことで、もう一枚出そう。じゃあそんなこと書いてる間にさ、2019年になっちゃうパターンね。みんなもなんかしながらバックグラウンドで聞いてていいよ。なんだろうな、イコラブのラブのライブをもっと楽しくする、楽しくする、声出せる人を増やす、みんなが楽しいライブにしたいなって思う。舞台に出たい、コラボのライブをもっと楽しくする、個人でのお仕事も2019年増やしたい、したい。紅白の結果出る？どちら？どっちかな？中間はね、赤に投票したよ。個人でのお仕事も2019年増やしたい、舞台に出たい。真面目すぎるんだよ。真面目さ抜くところは抜く、ゆるく生きる。ゆるく生きる。舞台に出たい。舞台に出たいです。個人での仕事を2019年増やしたい、ゆるく生きる、頬肉をなくす。頬肉をなくす、なくす、ハート。なんだろうな、なんだろう、また海外に行きたい。2019年も海外に行きたいです。19年も海外に行きたいです。でも目標じゃないなこれ。海外に行きたい、びっくりびっくり。なんだろう、あとはファンの皆さんに喜んでもらえる、喜んでもらえるお知らせがたくさんできるように、できるように頑張る、頑張る。
大きな箱でコンサート。大きな箱でコンサート単独がね2月にあるし、単独コンサートの成功かなの成功関西でコンサートしてほしい。やりたいね関西でも。腰が痛い。どっちかなどっちかな。紅白の結果、あ、白組が勝ちました。白組が勝ちました。おめでとうございます。おげんさん、おげんさんのネズミおげんさんのネズミかな。おげんさんのネズミ可愛いからみんな見てね。めっちゃ可愛いからツイッターもやってるんだよ。おげんさんのネズミもう本当に可愛い、本当に可愛い。おげんさんのネズミ、おげんさんのネズミが可愛すぎてね、本当にね、おげんさん家のネズミだ。全国ツアー、全国ツアー、全国ツアーやりたい。全国ツアーやりたい。どうぞ。2019年の目標、イエーイ。体力作りに勤しむ、怠らない。歌をうまくする。ライブ中に喉を枯らさないようにする。これ喋ってる時にも喉を枯らさないようにします。下半身をもっと使って踊る。しなやかさとメリハリをつける。呼吸筋を鍛える。滑舌を良くする。可愛くなる。写真写りを良くする。 MC も煽りも工夫する。メンバーとたくさん話す。アニメと舞台とかをたくさん見る。ブログを書く。おしゃれになる。姿勢を良くする。貪欲に負けない。ツイッターのフォロワーを増やす。いいねとリツイートの数を伸ばす。舞台に出たい。イコラブのライブをもっと楽しくする。個人でのお仕事も2019年増やしていきたい。ゆるく生きる法肉をなくす。2019年も海外に行きたい。ファンの皆さんに喜んでもらえるお知らせができるように頑張る。単独コンサートの成功。全国ツアーやりたい。多いかな。どうやろな。文字が汚すぎてね。文字が汚いんだよ。なんだろう。抱負が常に貪欲。確かに貪欲だ、貪欲だね。今年は貪欲さあね、一つ一つ徐々に。目に見えることはもしかしたら少ないかもしれないけど、自分の中で意識が変わればそれだけで違うと思うし、そういう意識をちゃんと2019年も持って生きるね。レンの前に貼っといて、貼っとくかも。なんかもっと出てきそう。もっと出てきそうだな。人と比べない。いいところは盗むけど、盗むけど人と比べない、比べない。できるだけ10分ぐらいだよ。いいの、年越しの配信で私なんかのショールーム見てていいの。
知らないけど、とりあえず、とりあえずかな。腹筋割りたいんだよね腹筋割りたくて、なんか全然割れない。下手なのかな、腹筋するのが。腹筋と、あと柔軟、開脚と体幹トレーニング腹筋割りたいんだよ。腹筋割りたくてさ、腹筋をねつけたいんだけど、あれだよねうん、腹筋ローラーめっちゃ効果出る。へえ、そうなんだ。もうシックスパックじゃなくて、私綺麗なね、しなやかな腹筋がいいんだよね。よパーン。どんな感じかしら。2018年。自分にできることを増やす自分にできることをもっと増やしたい。あ、こんなことできるんだって意外って思ってもらえることを増やしたいなって思います。あと10分、終わりにしようか寝落ちしてた？おはよう。なんだろう、一番すぐできるのってなんだろうね。やっぱツイッターかな。ツイッターのフォロワー全然いない。ツイッターのフォロワーさんを3万人にしたいです。よいしょ。今は25,604人。今現在25,604人だから、あと5000人で3万人。あれよね、一つの投稿でもフォロワーさんを増やしても、その一つの投稿に興味を持ってもらわないと意味ないから、ちゃんと興味を持ってもらえるようなツイートができるように私も頑張ります。私も頑張りますあなたジャンプする言うとるで、ほんとテンション全然違うきっとテンションが全然違うんだよ。ある程度ツイート頻度を多くすることかね。ツイッターって難しいよね。私も分かんない、正解が分かんないし、分かんないんだよねツイッター、未だに一人でジャンプするのめちゃめちゃ恥ずかしいからさ、ちょっと私配信切ろうかな2019年をさようなら。2018年
さよなら2018年。じゃあ壇上にいる皆さんもお名前をお呼びします。1位のぶさん、2位やまさん、3位あき男さん、4位ゆびちゃん、5位ガイアさん、6位あらさん、7位りのちゃん、8位レオサムさん、9位がガンちゃん、10位がセスさん、11位がセイゴ、12位がななみつさん、13位がみずきん。ありがとうございます。コメントしてくださった皆さんも、見てくれた皆さんも、聞いてくれた皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。良い年を。最後に目標を立てた2019年、叶っても叶わなくても自分次第だから、自分を奮い立たせて私も頑張ります。頑張って生きるので、みんなも頑張っていきましょう。2019年も生きてればいいことある、きっといいことある。嫌なことあってもいいこともあるよと思います。私も頑張るから、みんなも頑張ろう。2019年頑張ろうね。私も一年お疲れ様。2019年もいろんなことがあって、いろんな人と出会えたらいいな。そんな一年にしていきたいし、私基本的に暇なのがすごい嫌いなので、充実した年になるといいなと思うし、今見てくれてるみんなにも新たな自分を見てもらえるように頑張ります。頑張るぞあと5分で2019年。本当だ、あと5分だよ。頑張ろう。あ、2018年何言ってたんだろう私何言ってたかしら。見てるよ、ありがとう。みんなが心づる強い、強いです。本当にありがとう、ありがとうございます。いつもいつもいつもありがとう夕3時55分切れなくなっちゃった友達が押すならはなちゃんって言ってたから、責任持って引きずり込むね。頑張ろう私も頑張る。そしたら元旦、まずは元旦公演、まずは元旦公演楽しんでいきましょう。1月1日2日もあとジャムあるので楽しもう、楽しもう2019。イエーイイエーイ。2019年は何があるか分かんないし、もうね、どんでん返しがね、起こってるかもしれないし、もうすごいことになっちゃうかもしれないもうすごいことになっちゃうかもしれないからね、楽しみだね。楽しんでこ、人生何があるか分かんないもん。イエーイ。日々の意識、日々の意識を高く持とう。イエーイ。あと4分あと4分、何する、何する、何すればいい、うん、お仕事楽しみます。楽しんでこう、お仕事2019年、うん、19年ラストティーンなんだよ2019年ラストティーンなので、やっぱ10代のうちに吸収できるものってあると思うから、そのまた次の年になって
ああやっとけばよかったなってならないように後悔しない1年にしたいです。だから絶対もう絶対もう2019年が終わってこんな感じでこんな感じでなってる今来年の今頃はあーもう私すごい充実したって言えるような一年にしたいなって思います。頑張ろう。え、私0時になったらすぐ切るからすごいボサボサでなんか申し訳ない、うん、そうだよ10代が一番伸びしろが吸収力がすんなり入ってくるってよく言うからあとね1年ちょっとあるから頑張ります。うん、テテテテパパパパラパパパパパラパーパパーパパーパラパー間を持たせるわい。タイマーアラーム今何時見よ。これどうやって栄えるんだっけ、わかんねえや。あと1分だよ。ハッピーニューイヤーハッピーニューイヤー、あけましておめでとう。特に何もない何もない明けおめ。犬年からイノシシに、あと少し。やったやったやった、あと何分。あーなんか私の知らぬ間にハッピーニューイヤーがちょっとあと LINE 送るねイエーイ。あと何秒、あと10秒くらい、あと5秒ぐらい、わかんない。いや、私は、あ、ジャンプするべき？ジャンプするべき？わかんない、いつだかわかんない。いつだかわかんない。いつだかわかんない。あ、10秒？イェイ。イェイ、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 イェイ。あ！ 1 月1日になった。イェイ！ジャンプしなかった。イェイ！明けおめ、はい、今年の目標、はい、今年の目標言います。2019年、あ、明けましておめでとうございます。2019年はイノシシのように突進するぞ、イエーイ。はい、これが言いたかった。はえ、すごい花火上がってるの。パン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 、そう、動いてるんだよ、知ってた、イエーイ。よし、それでは皆さんさようなら。2019年も素敵な一年にしましょう。すごい落ち着いた年越しを過ごせましたか皆さん。花丸ルームで落ち着き桃の木5時までできるんだって、これすごいよね。年越しだけ特別に5時までできるんだってよ、すごいね。またね、2019年も止まらないゴーラブで行きたい。このまま登って行きたいです。明けおめ、寝る、おやすみ。明けおめ、私もこんな去年も落ち着いてた多分。いつもカウントダウン TV 見て、あのカウントダウン TV の出演者たちが10、9、8、7、6、5、4、3、2、1ハッピーニューイヤーパーンみたいなので年越してる。でそれを静かに見守ってた、いつも。明けおめ、明けおめ、明けおめ、明けましておめでとう。私もよろしくお願いします。みんな何してるの？
逆にみんな何してるの年越し。パーンパンパン、うん、静かに見守る、ね、なんこんなずっと前とかお風呂に入りながら年越した。あ、越したわ。おやすみなさい。みんなお清めしてる。来ましておめでとうございます。ショールーム見てる。よいしょ。あ、びっくりした。うん、面白いこと言える人になりたいよね。面白いこと言えないんだよ。つまんない、つまんない人間だから、つまんない人だから、面白いこと言えるようになりたいけど言えない。それじゃあさよなら。それじゃあ皆さんさよなら。2019年も楽しもう。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。おやすみなさい。イエーイ。バイバーイ。バイバイ。おやすみなさい。私は面白い。うん、おやすみ。おやすみなさい。お年玉もらえるかな。あ、今日お年玉がもらえますように。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 よし、もらえる。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。3、2、1